僕はこの呪いを5歳の時に魔女からかけられた。お母様、お父様、いかがお過ごしですか？僕は相変わらずダメなやつです。この呪いも解ける兆しがありません。僕が困っていることはまだあります。それは坊ちゃん、うん、お茶のご用意ができました。近いな。アリス、逆セクハラをやめろっていつも言っているだろう。坊ちゃんの反応、いつもウブでからかいたくなってしまうんですもの。近すぎるよアリス。うっかり欲望に負けて触れてしまったらどうするんだ。坊ちゃん、クッキーもう一枚いかがですか？話聞いてた？残り一枚ですから食べきってください。わかった、食べるよ。あ、ふっ、うわー！変な声出さないでくれ。